マリエンベルク要塞から見たビュルツブルグ旧市街、ビュルツブルグの象徴的風景、マリエンベルク要塞と、旧マインバュ世界産ビュルツブルグのレジデンツ、ビュルツブルグは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区の軍独立都市で、ウンターフランケン行政管区、ウンターフランケン軍主連合、ビュルツブルグ軍の本部所在地である。このマイン川沿いの都市は、 バイエルン州の23の上級中心都市の一つであり、人口13万5000強の人口はミュンヘン、ニュルンベルク、アウクスブルクに次いで、同州で4番目に大きな都市である。ビュルツブルク、ウィュルツブルクとも表記する。アイルランドから渡来し、フランケン地方をキリスト教化した聖キリアンの準教地として、中世より地教領として栄えた。現在この都市は、 カトリックのビュルツブルグ市教区の市教座都市である。近隣のより大きな都市は、北西約1 2 0トルのフランクフルトアムマイン、南東1 1 5トルのニュルンベルク、1 4 0トル南西のシュトゥットガルト、1 7 7トル西のマンハイムが挙げられる。ニュルンベルク、フランクフルトへはいずれもアイスでほぼ1時間ほどである。 ビュルツブルグは2004年2300年祭を祝った。世界的に有名なビュルツブルグのレジデンツは、その庭園群と広場を含め、1981年にユネスコ世界遺産に登録された。ドイツ観光街道の代表的存在であるロマンティック街道の起点として、またフランケンワインの集積地として知られている。ビュルツブルグは、 マイン渓谷の中流域に位置し、その地域はマイン川両岸に広がる。マイン川が侵食したことで形成された西岸の石灰岩でできた高台のマリエンベルクには要塞がそびえている。かつては独立した自治体であった以下の市町村がビュルツブルグ市に合併している。ビュルツブルグの地域は13の地域に分けられ、さらに全部で25の濃い地区に細分される。区び コイチはそれぞれ連続した番号が付けられている。以下の一覧は、四区とそれに属すコイチをそれぞれ番号付けで示したものである。ビュールツブルグは、ビュールツブルグ開発計画地域の上級中心都市として、ビュールツブルグ市、キッチンゲン郡、マインシュッペッサルト郡、ビュールツブルグ郡を統括している。上級中心ビュルツブルグの会に属す、中級中心都市は、キッチンゲン。 カールシュタット、ロールアムマイン、マルクトハイデンフェルト、オクゼンフルトがある。ビュールツブルグの月別平均気温、降水量グラフビュールツブルグの1月の平均気温は、摂氏0.6度、7月の平均気温は摂氏18.4度である。年間平均気温は摂氏9.2度である。過去最高気温は、1921年7月28日の摂氏38.5度、また、 過去最低気温は1956年2月10日の低、摂氏24.0度であった。1784年の洪水の様子洪水は、旧クレーン上の計測柱で判定される。マイン側の堤防が通常水位で、旧クレーン上の建物の壁にまで水が上がれば、洪水である。14世紀から19世紀の激しい洪水は、グラーフェンエッカートへの入り口。 右側の柱に記録されている。1342年7月21日生、マグダレーネの日の千年洪水のほか、1784年2月29日、1682年1月27日、1845年3月30日の洪水が記録されている。20世紀の洪水は、旧クレーン城の壁に記録されている。1909年2月7日、 1920年1月16日、1970年2月25日である。紀元前1000年頃、マリエンベルクにケルト人の避難状態が築かれていたことが証明されている。民族移動時代以後、フランク人がこの地域に定住を始めた。650年頃からビュルツブルグはフランク王国の考領となった。689年にアイルランドスコットランドからの 伝道者であるセイキリアン、コロナーとトットナンがこの地域で布教活動を行った。この町は704年5月1日に初めて文献上に記録された。11世紀のビュルツブルグの銀貨がフェロー諸島のソンターの高架出土品として発見されている。ドイツの地での最初の馬上槍試合は1127年にこのマイン川沿いの町で行われた。 1156年6月17日、フリードリヒ・バルバロッサは、ビュルツブルグで、ブルゴーニュ自由博ルノー三世の娘で、ブルゴーニュ自由博領の相続人である、ベアトリス・ジョハクと結婚した。1168年に、ビュルツブルグで開催された帝国議会で、フリードリヒ・バルバロッサは、司教ヘロルドに、公としての権利を授けた。これ以後この町の司教は、司教領主と名乗り、 フランケン校の称号を有した。ハンス・ベームの初刑司教領主ヨハン・ホン・エグロフ・シュタインは1402年12月10日、ビュルツブルグ高等学問所としてビュルツブルグ大学を開設した。しかし、この司教領主の死後すぐに、資金不足や、その他の原因から、教育活動は停止せざるを得なくなった。1476年7月19日、説教者のハンス・ベームが、 イタン新聞で有罪判決を受け、日破りに処せられた。農民放棄の記念日ドイツ農民戦争では、マリエンベルク要塞は1525年5月に攻撃されたが、これは失敗に終わった。反乱を起こした農民たちは、ビルツブルグの市門の前で、手痛い敗北を起死した。キューマイン橋とマリエンベルク要塞の間の坂道の橋に、農民戦争記念碑が建てられており、 農民反乱軍や彼らが十二カ条で宣言した心情を思い起こさせる。彼らは特に個人の自由と税や労役の軽減を願ったのである。記念碑はたくさんの根を持つ鶴が傾いた壁を上へ伸びているが、上の方は枯れているというデザインがなされている。ティルマン・リーメン・シュナイダーは市長として農民側を支持し、このためにマリエンベルク要塞で拷問にかけられ、 監禁された。歴史的なレストランであるホーフツムスタフヘルは、当時反乱側の市民や、農民の溜まり場であった。のきの看板には、明けの明星が掲げられていた。1550年のビュルツブルグエチズ市教領主、ユリウス・エヒター・フォン・メスペルブルンチカ対抗宗教会改革時代の1582年に、ユリウス・マクシミリアンス大学ビュルツブルグが開設された。 1630年代にはビュルツブルグは魔女狩りの中心地の一つとなった。ビュルツブルグ市教領主フィリップ・アドルフ・フォン・エーレンベルクの知性に魔女狩りは大きな広がりを持った。1626年から1630年までがその最盛期であった。この間に市教区全体で900人以上、ビュルツブルグ市だけでも200人の魔女や魔法使いが家計にされた。 30年戦争では、スウェーデン王、グスタフ・アドルフによって1631年10月に、この町は占領された。1634年までに、司教本部はその所領の大部分を回復した。マテウス・メイリアンが描いた1650年の、ビュルツブルグ・ビュルツブルグのレジデンツは1719年から1779年に、建設された。1725年には、 ビュルツブルグの偽化石事件が起こった。1749年6月21日、ビュルツブルグでの最後の魔女の処刑が行われた。オーバーツェル女子修道院の副委員長が家計にされたのである。帝国代表社会議主要決議によって、ビュルツブルグ氏とビュルツブルグ氏協領は1803年にバイエルン選定公領となった。ビュルツブルグは1805年に、 オーストリア皇帝フランツ一世の弟であるトスカーナ大公フェルディナンド三世を君主とするビュルツブルグ大公国の首都となった。しかし1814年にこの町は改めてバイエルン王国領となり同時に直轄統治都市となった。さらにこの町には行政管区本部が置かれこれが後にビュルツブルグ軍の原型となった。この都市はバイエルン王家のフランケン地方における 利休所在地、副首都となったのである。1817年にビュルツブルグは、ウンターマイン軍の軍庁所在地となった。これは1837年から、ウンターフランケンと改称された。同じ年に、フリードリヒ系ニヒとアンドレアスバウアーは、オーバーツェル修道院に高速印刷の、会社系ン日バウエルを創設した。1821年、ルイトポルト王子が、 ビュルツブルグで誕生した。1823年にビュルツブルグ水位計が稼働を始めた。これはマイン川で最初に稼働した水位計である。1895年、ビルヘルム・コンラート・レントゲンは自らの名前にちなんで名付けられた電磁線を発見した。爆撃を受けたビュルツブルグ市街1934年にビュルツブルグは大都市となった。 1945年3月16日のイギリス空軍による17分間の爆撃で5000人以上が犠牲となった。中心部の90%近くが破壊された。完全に破壊された街の模型と死者のうち同定できた名前はグラウフェンエッカートの入り口右側の追悼スペースに展示されている。追悼の鐘がある空爆犠牲者のための共同墓地は 中央墓地の中央入り口左側にある。マリアレ拝ハイでは、金曜日ごとに戦争と空爆の犠牲者、追悼活動として、昼に全世界融和を祈る記念集会が行われる。多くの建物が、破壊前を思い起こさせる形で再建された。米軍の文化財保護司令官ジョンリー・スキルトンは、建築資材不足の中、レジデンツの屋根を冬になる前に、 応急処置的に塞いだことで、この建物を東海から救った。旧クレーン城とクレーン岩壁の間の洪水防止壁に、ビュルツブルグの瓦礫を取り除きビュルツブルグの再建に貢献した人々を記念する砂岸の記念プレートが設けられた。この辺りには 30km の瓦礫廃棄用の軌道が設けられていた。瓦礫は、マイン側の岩壁から船で運び出された。 石材で作られたトロッコがこの時代を思い起こさせる。住居が破壊された人々は一部屋に7人ほどで暮らした。住居を失って市街に逃げたビュルツブルグ住民は、オイセンビュルガーとして再びビュルツブルグに戻ることは許されなかった。ビュルツブルグ市はヨーロッパ統合に多大な努力を成したことが検証され、1973年にヨーロッパ賞を授与された。 1990年にバイエルンテイン博がビュルツブルグで開催された。2004年には町の創設戦300年祭を祝った。1880年のビュルツブルグの人口は5万人であった。1934年に10万人を超え、これにより大都市となった。第二次世界大戦の影響で1939年から1945年の間に人口の 約半分に当たる5万5千人を失った。1957年に人口は戦前の水準を回復した。以下の一覧は各時点での市域内の人口であり、1833年までは推定値である。その後は国勢調査位置、あるいは各時点での統計当局や市当局による公式な推計値である。 1843年からの数値はその時点で、市内にいた人口、1925年からは居住人口、1987年以後はこの町を主な居住地とする人口である。1843年以前の取扱いは、不統一なままの数値である。一国政調査キリスト教制、キリアン聖堂ビュルツブルグは741年。 または742年に司教座が置かれた。司教は正解のみならず、世俗の領域でも支配権を行使した。この地域の領主は司教、後の司教領主であった。宗教改革は一旦はこの地域でも基盤を築きつつあったのだが、とりわけ1586年からの対抗改革により、著しく抑制された。ルター派の教義の信奉者は、この年から追放された。 スウェーデン軍が占領した時代に、プロテスタントは再び足がかりを得た。1633年には1年間だけであったが、大聖堂を明け渡したこともあった。しかし、1803年のバイエルン選定校の宗教令によって両派は平等に扱われることとなった。同じ年、プロテスタントは世俗化された聖シュテファン修道院の教会を手に入れた。 その後、いくつかの協会組織が発足した。いずれの組織も最初は、バイエルンの福音ハルター派協会に属し、アンスバッハー・ビュルツブルグ協会管区のビュルツブルグ監督管区の一部であった。現在、ビュルツブルグにはいくつかの自由協会が、自らの組織を有している。そのほとんどが福音派同盟に加盟している。 1803年に世俗化されたビュルツブルグ司教領は1821年にバンベルク教会館区内の独立した司教区に再編された。市内の司祭区はこの司教区内のビュルツブルグ主席司祭区に属している。ユダヤ教ビュルツブルグは古いユダヤ教組織所在地の一つで1147年に最初の記録が残されている。最盛期は12世紀から13世紀であった。 1298年、1336年から1337年、1349年に、市内及び周辺地域のユダヤ系住民に対する迫害運動が起こった。15世紀から17世紀まで、ユダヤ人はこの町から繰り返し追放されている。1803年に、150年ぶりに、ユダヤ人家族がビュルツブルグに定住できるようになった。 1900年頃、ユダヤ人組織は最大化し、およそ2500人の構成員を有していた。1938年11月の迫害運動により、ビュルツブルグでは少なくとも4人の犠牲者が出た。1837年に建設されていた中央シナゴーグやその他のユダヤ教宗教関連施設が突撃隊により破壊された。 現在、ドーマーシュール通りの壁には記念プレートが掲げられている。1941年11月、ビュルツブルグに残っていたユダヤ人の強制収容所への追放が開始された。1943年にはユダヤ教組織は消滅した。第二次世界大戦のわずか数年後、ビュルツブルグに新しいユダヤ教組織が形成された。この組織は1970年、 バーレンティン・ベッカー通り11番に新しいシナゴーグを獲得した。その前には、ビュルツブルグのユダヤ人の迫害、殺害を記念するプレートが設けられた。ユーギシェン・アルタースハイムの1階には、1987年に、ウンターン・フランケンのユダヤ人の歴史と文化に関するドキュメンテーションセンターが設けられた。ホロコースト以前、ビュルツブルグには7つのシナゴーグがあった。その一つで、 ザントベルガー通りに1929年に建てられた施設は現在実家学校ヤーコプシュトルシューレが利用している。その内部にはかつてイルバのリーダーで強制収容所に抑留された後アメリカに移住したヤーコプシュトルの記念碑がある。他のシナゴーグ跡であるハイリンゲンのツンデルガッセエッケ・デュレンベルクの1986年に記念柱が建てられた。 2006年10月23日に5年の建設期間を経て新しいシャロムエウローパという名のユダヤ教団文化センターが開館した。教団の構成員はコンティンジェンテフルーシオリングによって約1100人増加した。イスラム教2005年オマディア教団によってエディットシュタイン通りにベイトゥール・アリーム・モスクが建設された。その他の宗教ビュルツブルグは 宗教運動ユニバーサルライフの本部がある。この都市は、その創設期から、すでに市議会と市長が行政運営を行っていた。議会は1256年からあったことが、証明されている。その議長がシルチスと呼ばれた。後に、議会はアルテラートとノイエラートの二つの分かれた。アルテラートは、オーバーラートとも呼ばれ、市況の管理下にあり、 ノイエラ後にほとんど権限はなかった。農民戦争以後は市民の自由はほぼ完全に制限された。レジデンツの下にある緑地に建てられた記念碑が農民戦争を思い起こさせる。市のトップはその後は市教が任命するスターチルシースとなった。18世紀初め二つの議会は一つの合議体に統合された。しかし1818 18年にこの年は、 バイエルンの市長尊礼により独立した自治体となった。これ以後、市行政のトップはエスタ・バーガーマイスターとなり、1920年からは上級市長の肩書きが与えられることとなった。第二次世界大戦後の第一市長、上級市長は以下の通り。2020年の選挙結果に基づく、ベルツブルグ市議会の党派別議席数は以下の通り。 フィールツブルグ氏の紋章は黒地に斜めに配置され、矩形に切り込みを入れた赤と金の一末模様に四分割された旗が銀の竿に付けられている。紋章の旗の色は16世紀中頃に現れる。このデザインは旧フランケン公の旗を扱ったものだが、配色は異なっていた。さらに公の旗は四分割されてはいなかった。1570年以降の氏の印象では、 例外なく、現在の色が使われている。ビュルツブルグ市は、以下の都市と、姉妹都市協定を結んでおり、ホイヒール報復には、姉妹都市にちなんだ通りがある。ビュルツブルグには水泳クラブ SV ビュルツブルグーゴがある。このクラブの男子水球チームは5回ドイツチャンピオンになり、ドイツ水球リーガ DWL でプレーしている。アニカルリッツとトーマスルルツは共に、 SVW5 年のドイツ水泳シーンの特別選手に選ばれた。卓球では卓球ブンデスリーガでプレーするミュラー・ビュルツブルグ、ホーフブロイが代表的存在である。男子第一チームは2005年6月19日に初めてドイツチャンピオンになった。バスケットボールはビュルツブルグのチームは長年バスケットボールブンデスリーガでプレーしていた。 ビュールツブルグのチームでプレーしたバスケットボール選手には NBA プレイヤーのダークノビツキー、バスケットボールドイツ代表のロベルト・ガレットやデモンド・グレーンがいる。かつての一部リーグのチームは7年間 BBL でプレーしていたが2004-2005年シーズンに破産の届け出をした。これを引き継いだ USC マイン・フランケンバスケットはブンデスリーが2部で足がかりを得ようとしたが失敗した。 一年間の休止後、二人の熱心な経営者の支援を得た SC ホイヒエルホーフビュルツブルグバスケットがプロバスケットチーム編成を目指している。サッカーでは共にサッカー分で3が2部リーグでプレーしたことのある伝統的なライバルチームビュルツブルガーカイブイとビュルツブルガーキッカーズが主なチームである。ビュルツブルグ及びその周辺では充実が盛んである。 ハイディンクスフェルトでは成功した大会が開催され、オーバーデュルバッハスポーツクラブの柔術部門は、世界チャンピオンに2回、準チャンピオンに1回の成果を収めている。自転車競技は、ラートスポーツゲマインシャフトビュルツブルグによって進行が、図られている。通常のサイクリング、マインフランケンツアーのほか、毎年、キリアニラーデンツアーが開催されている。その他にこの協会は、 定期的にロードバイクやマウンテンバイクの公開トレーニングを開催している。トゥルンゲマインデビュルツブルグのレーンラート部門は大変アクティブに活動をしている。州や連邦レベルの大会で多くの成功を収めたほか、その選手は国際的にトップクラスにある。クラウディア・レンツは1997年の音楽譜ラート部門の女子世界チャンピオンとなった。イザベル・グラムスは エインラート世界チャンピオン大会2006のジュニアクラスで3位を獲得した。毎年春に2回有名なランニングの大会が開催され、それぞれ何千人ものランナーが参加する。ビュルツブルグレジデンツラウフは毎年4月に行われる大会でレジデンツを4周約 10km のレースである。5月にはビュルツブルグマラソンが開催される。これは市内を異なった形で、 都合に周するマラソン距離のレースである。2006FIFA ワールドカップではビルツブルグアガーが代表チームの合宿地となった。これらの他にホッケー運とテニスクラブビルツブルグがある。この男子第一チームはレギオナルリーガ2部に昇格の予定である。またこのクラブの男子ジュニアチームは多くの地域レベル、ドイツレベルのタイトルを獲得している。 例えば1990年と1991年のシーズンには4度のバイエルンチャンピオン、1度の南ドイツチャンピオンになっている。この都市は短歌大学、ユリウス・マクシミリアンス総合大学、音楽大学、専門短歌大学に5500人以上の知識、技術系従業員、公務員、関節部門の職員が勤務している。その次に大きな雇用主は、 約5000人の職員、公務員を要するビュルツブルグ氏自身である。工業分野での大雇用主は、世界最大の印刷機メーカーの一つである、ケ2 h バウア・ e r AG である。ビュルツブルグには、ドイツの橋型クレーンのリーディングカンパニーであるノール、社の生産、管理部門もある。このほか、建築トラスや鋼鉄、ガラス資材で知られるメロ社の本社もビュルツブルグにある。 他の地元企業としては、ビュルツブルガーホーフブロイがある。大規模な商業施設としては、ドッテンホーファーグループが挙げられる。フォーゲルメディエングループは本社をビュルツブルグに置いている。また、この地域のための小規模な私立銀行、フィルストリヒカステルシェバンクの本社もビュルツブルグにある。郊外工業地域、アウミューレ工業地域、ビュルツブルグ東工業地域には、おおむね中小企業の工場。 企業がある。大規模工業、建設製造業が位置するシュバインフルトとは異なり、ビュルツブルグはこの地域のサービスセンターである。2008年6月時点の失業率は5.5%である。ビュルツブルグ市内の労働者2002ビュルツブルグは歴史的重要な交通の結節点である。もともとはマイン川が交通センターの役割をもたらしたのであるが、現在では アウトバーンとドイツ鉄道が決定的な役割を果たしている。道路交通路線名の略号 A はアウトバーン、B は連邦道である。A3 号線のヘルムシュタットインターチェンジからカールシュタット、アルンシュタットを経由して A7 号線のベルネックジャンクションに至る B26N 号線が計画中である。また、レンクフェルトクでは B19 号線の新しい出入り口を 建設中である。公共旅客輸送ビルツブルグの市電ビルツブルグ市内は、周辺の軍部を同じくマインフランケン交通連盟に組み込まれている。このサービス地域内では、すべての旅客路線に同一の料金表が適用される。このサービス地域は2009年2月1日までに、キッチンゲンにまで拡大される予定である。さらに他の近隣の軍へ拡大の意向はあるのだが、 具体化はしていない。また、この交通連盟では、ラインネッカー交通連盟との乗り入れ調整も行っている。ビュールツブルグの旅客輸送の骨格は、総延長1 9 7トルの5本の支電路線によって形成されている。1989年に開通したホイヘルホーフの路線が最も新しい路線であるが、その後の1996年には、ロッテンバウアークで、 既存路線の延長がなされている。また、近い将来に新線が設けられ、大学病院への支電によるアクセスが改善される予定である。他の区や周辺市町村への接続も慎重に検討されている。具体的には、風プラントへの新線がその議題となっている。さらにビュルツブルグには多くの市内バスや地域交通バス路線がある。バス路線は、 いくつかのバス会社によって運営されている。乗り合いバスの主な接続ポイントは中央駅のバスステーションである。鉄道交通ビュルツブルグ中央駅ビュルツブルグはドイツ鉄道の旅客輸送の全国的な接続ポイントである。南北を結ぶハンブルク、ブレーメン、ハノーファー、カッセルからニュルンベルクやミュンヘンへの路線や北西のルール地方やラインラント地方あるいは ブランクフルトアムマインから南東のレーゲンスブルク、パッサウ、ウィーン、さらにはブダペストへの路線が交差する。北、西、東へ少なくとも1時間に1本は長距離列車が発着している。ビルツブルグ中央駅の駅舎は1950年代に建てられ、わずかな改造しかなされていない。このため近代化が必要であり、市は1990年代からすでにその計画を 立てているのだが、未だに実現していない。ビュルツブルグ中央駅の他に、南駅とツェル駅があるが、重要度は低く、レギオナルバーンが発着するだけである。貨物輸送については、2005年2月に送車場が廃止されたことで、ビュルツブルグは、結節点としての機能を完全に失った。航空交通スポーツ機は、市内中心部から北西3 5トルの、 ビュルツブルグシェンケントルム飛行場やヘルマンケール航空グループが運営する 5km 離れたヘッドシュタット特殊飛行場で離着陸できる。ビジネスジェット機はビュルツブルグ軍のギーベルシュタット飛行場を利用する。この空港は少し前まで米軍の軍用飛行場であった。背後の山がフランケンバルテ。山頂には送信塔が立っている。バイエルン放送はビュルツブルグで スタジオフランケンのマインフランケン地方スタジオを運営しており、フランケンワルテには超短波、中波、DVBD の送信施設を有している。これは、ハリセンで補強された高さ111メートルの鉄塔である。地方スタジオには、ラジオスタジオが2つとテレビスタジオが1つある。ここでは、月曜日から金曜日まで、バイエルに1のウンターフランケン向け地方プログラム、ミッドタークスイン。 マインフランケンが制作されている。また、火曜日と木曜日には、ビルツブルクからバイエルンにのノルトケ定フランケン版のハイマート・シュピーゲルが放送される。さらに必要に応じて、ラジオプログラム制作のための地方レポートが、ビルツブルクからニュルンベルク、ミュンヘンあるいはその他のドイツ公共放送連盟のスタジオに供給される。これに加えて、BR のマインフランケン TV スタジオは、 ARD に映像を提供してもいる。1999年まで、中波放送に 520kHz の周波数が使われていた。この周波数は正式な中波放送体ではなく、200W の出力で、ビュールツブルグと豊富で、同じ周波数を使用した場合の中波帯、拡張試験として放送されていたものである。多くの新型モデルのラジオでは 520kHz の 放送は受信することができず、1999年以降は7 2 9ヘルツが使われている。この街には106.9ラジオゴングとシャリバーリ、FM を運営するファンクハウスベルツェーバーク、ストリビトリエブス GMBH がある。これはマインフランケン地方に定期的に情報を供給している。1987年から tv ツアーリンクという名のテレビ放送局がある。この放送局は単なるケーブルテレビ局ではなくフランケンサット経由でも受信できる。かつてはビルツブルグに交互にローカル TV を放送する2つの送信書があった。マインポスト新聞医者グループのラジオテレビジョン、ウンターフランケンもこの町にある。米軍放送局として2008年7月まで AFN が 中波 1143kHz、超短波 104.9MHz で、米軍中トンチエリア内向けに放送されていた。この周波数での放送は存続しているが、シュバインフルトからの放送となっており、ビュルツブルグでは受信することができない。1992年までビュルツブルグにあった、もう一つの放送局は、ラジオ W1 というのであった。 この放送局は1987年5月8日に放送を開始し、マインラジオやラジオマインラントと共に超短波の周波数を共有していた。1992年10月1日に、この放送局は独自の周波数95.8メガヘルツを割り当てられた。しかしこの放送局は1992年10月1日に、主に財務上の理由で放送を停止した。 この周波数は2008年3月31日までは24時間民謡番組、ラジオメロディが用いており、2008年11月21日から若者向けのラジオ英語 FM がスタートした。さらに92.1メガヘルツのクラシックラジオがある。日刊誌にはマインポストのオルとカトリック系のフォルクスブラッドが刊行されている。これらはビュルツブルグ、ホイヒールホーフに本社を置く。 マインポストのオール出版グループが販売している。この出版社からは、タブロイドハン地報酬刊紙、ブルバール・ピュルツブルグが2004年1月29日に発刊された。この雑誌は2007年3月1日からのインナナと改名した。マインポストのオール出版グループはまた、毎週水曜日にマインフランケンの各世帯に無料で配布される、ウンターフランケン最大の消費者マガジン。 マルクトを発行している。無料の広報誌には他に、ボブや、プリマゾンタークがある。マインフランケン地方の文化イベントについては、月刊誌、レポレロに情報が掲載される。また、エボの審査を受けた、フリッツ、ダスマガチームが2003年から毎月刊行されている。この雑誌は、無料で、市内や周辺地区での、約700件の情報が掲載されている。この雑誌は、 ビウェグンスメルダーバーバンドの一員であり、ライフスタイル、文化、音楽などのイベント情報から、大学食堂のメニューまで載せている。この他に2007年1月25日からは、テレビ番組情報も掲載されている。キシティも発行されている。この雑誌は、イベント、ニュース、市の告知が掲載されている。また無料で、バックナンバーを入手することも可能である。 年に4回にビュルツブルグマクシミリアン大学の機関誌、ブリックが職員、学生、一般向けに観光されている。主に研究テーマについて情報を提供している。2006年7月までは大学新聞、ユリウスが無料で配布されていたが、このプロジェクトは財政難から廃止された。これを引き継いだ大学新聞は2006年12月に発刊された。 はじめは単に、ビュルツブルグ大学新聞第1号という名で、刊行されたのだが、やがて、マックスユリウスという名が付けられた。以前のユリウス同様、定期的に大学での出来事や、街の重要なテーマについて、学生たちに伝えている。ビュルツブルグの短科大学では、月刊の大学新聞、シュプラハロールや、年4回刊行の雑誌、ウニマックス X 及び楽器ごとの、 ユニガイドが発行されている。国際文化に興味のある市民に対しては、芸術、文化、知識、政治をテーマとする文化史。シュトゥーポアムンディが多言語レイアウトで刊行されている。ユリウス・マクシュミリアン大学の行動、式典ホール・ビルスベルク・ギムナジウム1990年代末から、学校環境が大きく変化している。原因の一つは、社会の変化であるが、他方では、 学校運営にかかる大きな経済的負担からビュルツブルグ氏が学校運営から手を引き始めていることによる。1945年から2008年までビュルツブルグは米軍の中東地であった。エメリー兵舎、ヒンデンブルク兵舎、ファウレンベルク兵舎、ライトン兵舎があり、6000人の兵士が3000人の家族と共に住んでいた。ライトン兵舎は第一不評師団司令部があった。 この師団は4つの旅団戦闘団のうち3つがフランケン及びオーバープファルツに駐屯している。4つの目の旅団はカンザス州方トライリーにいる。以前はシュ人間ンゲンやキッチンゲン及びその他のドイツ国内の米軍駐屯地と同じく第3不評師団の一部が駐留していた。その他以下の部隊がビュルツブルグの兵舎に駐留していた。アメリカ陸軍の再編はビュルツブルグに 大きな変化をもたらした。この改革で第一不評次第はその大部分が合衆国内カンザス州法とライリーの基地に戻されることになったのである。この結果、ファウレンベルカ兵舎は閉鎖され2006年までにドイツ政府の不動産管理部局に土地が返還されることとなった。公式な撤退は2006年7月6日になされた。米軍全体は2008年9月までに 撤収することとなった。2008年5月13日に合衆国の旗が下ろされた。最後の鍵の譲渡は2009年1月14日のセレモニーで行われた。土地は2007年10月からすでに連邦政府の不動産管理部局の所有となっていた。キッチンゲン同様、ビュールツブルグでも土地の有効的な転換について現実的な議論が重ねられた。この土地は 新しい小一区、ライトンバラックスとなった。アルトシュタットに匹敵する広さのこの土地の利用法についてアイデアコンクールが開催された。2016年のテレ博に立候補したが落選した。さらに米軍欧州司令部管轄下にある3つの病院の一つであるビルツブルグ病院も2007年10月に譲渡された。この建物はライトンバラックスからわずか10分ほどの距離にある。 米軍兵士とその家族は、この町の重要な経済因子であり、軍施設は少なからぬ雇用を喪失していた。軍の撤退により、中小企業からなる、この町は、大きな不安を抱えている。また、米軍兵士とビルズブルグ市民との間の無数の、個人的つながりが撤退により疎遠になることも感化、できない点である。マインフランケン劇場マインフランケン劇場は、演劇、音楽、 バレエの三つの部門からなる劇場である。グローセンハウスとカンマーシュピーレンの二つのステージが、ビルツブルグ旧市街のマインフランケン劇場の建物内にある。旧市街の外れにある旧港湾施設、クルトゥーアシュパイヒアーでは、音楽の他にボックスホルンやダンツシュパイヒエルが上演されている。前者は、キャバレー、シャンソン、音楽分野のステージであり、 テレビに出演していたり様々な栄誉に輝いた出演者が登場している。ダンツシュパイヒエルはダンスとアンサンブルの舞台である。ブルバール劇場チェンバインキはフラウエンラントにあり、コメディー、大衆劇、音楽が演じられる。公演に応じて大ホールと小ホールがある。さらにチェンバインキには音楽酒場もあり、そのコンセプトは創設された1983年。 以来の実績がある。実験劇場には、テアター,アームのイナープラッツやテアターアンサンブルが挙げられる。両劇場とも、実験演劇以外にも利用されている。チェラーアウにあるテアター,アームのイナープラッツでは、政治劇や、風刺劇の他に、子供劇の作品も上演される。テアターアンサンブルは、やはり、チェラーアウにあり、不条理劇、ドラマ、コメディなどが取り上げられ、この他に、 誰でも参加できる演劇コースも設けられている。ビュルツブルグは、その文化的、歴史的重要性にふさわしくこの他にも様々な用途に用いられる多くの劇団がある。子供、青年劇場、シュピールベルク、ベルクシュタットビューネ、プラスティシェテアターホビット、ビュルツブルガーカスパーハウス、ダンスシアターブラックボックス、アウゲンブリックや、クンストケラービュルツブルグである。また、 ビュルツブルグには多くの即興劇グループがあり、この中にはドイツで最も古いグループの一つに数えられるビュルツブルガーボイテルボクセルンが含まれる。ゲシュビスター・ショルプラッツ、オットー通りの記念碑は、ユダヤ人の命と共に白バラ抵抗運動の投資で1943年に殺害されたハンス・ショルとゾフィー・ショルを思い起こさせる。ホイヒール・ホフの産業地区の多くの通りには、 ナチス圧政下で迫害された人や犠牲になった人の名前が付けられている。ハイデンクスフェルトのヘルタ・マンハイマー通りはアウシュビッツ強制収容所で殺害されたユダヤ人のスピード死にヘルタ・マンハイマーにちなんだものである。カトリックのボーイスカウト運動家フレッドヨーゼフもやはりアウシュビッツで1943年に命を奪われた。彼は反ユダヤ人と中傷され、 禁止されていたにもかかわらずボーイスカウトを組織した。ザンダー・アウ地チ区の制義をルクボーイスカウト団は彼に、ちなんだ名を自称している。ビュルツブルグでは、2006年から、国家社会主義者の犠牲になった人や物に捧げる、シュトルパーシュタインが設けられ始めた。例えば、商店前の以前の所有者のための石や、新年に従いなくなった死祭の墓前の石などである。コーアでアッカダミッシュ。 ムージー・クリーチェン・ファービン・リング・ベルツェバークの文章図書館ビルツブルグのマルクト広場。画面右手の建物が中央図書館のあるハルケンハウスである。文書館レジデンツの階段室教会重要なロマネスク様式の教会は聖キリアン大聖堂、ノイミュンスター、聖ブルクハルト教会などである。マイン側の橋キューマイン橋をいくつかの主要な建物の前には 手で触ることのできる模型が設置されている。この模型は金属製で、視覚障害者にも大きさや中には、屋根の勾配、塔や、のこぎり壁の様子がわかるよう工夫されている。こうした模型は、グラーフェンエッカート前、大聖堂と聖堂博物館の間、及びレジデンツ前に設置されている。リング公園リング公園は、古い防衛施設の後で、 フリーデンス橋からルートビヒ橋まで半円形に旧市街を取り囲む全長 3.3km 幅最大 240m の公園である途中中央駅やベルリン広場で中断され中央墓地と境を接するまたレジデンツとは高い壁で隔てられている公園内の特徴的でエキゾチックな樹木にはドイツ語とラテン語の名札が付けられている宮廷庭園は レジデンツの裏、給料保の前に位置する。この庭園は三段式のテラス式庭園で、ブナの木、アーケード、泉や花壇がある。東側のレジデンツ沿いにある両方跡には、階段で登ることができる。アーケードの散策路が弓なりに、庭の周りに伸びている。ノイミュンスター協会の回廊跡が残るルーザムの小庭園は、都会の真ん中にある小さな憩いのオアシスである。 ここにはバルタンホンデアフォーゲルバイでも訪れたと考えられている。ユリウス病院裏の庭園は患者の休養の場であるが十分の一税倉庫の門を通って一般の人も入園することができる。この庭には古い立地域がある。旧マイン川とタラベーラの間のマイン砂岩緑地帯は暑い夏の夕方には人気のスポットである。マリエンベルク要塞の領主庭園はかつては 要塞の放題であった場所で、このため市内の眺望が大変に良い。この庭園はイタリアの秘密の園をモデルに作られた。大学植物園には農園やエキゾチックな有用植物、様々な種類の樹木がある。ビュルツブルグ市民天文台2005年のアフリカフェスティバル学生都市ビュルツブルグにはディスコ、バー、居酒屋、 その他のレストランなど活発で多彩なナイトライフが用意されている。ビュルツブルグのディスコエアポートは1983年10月にオープンしたドイツで最も古い大型ディスコとしてフランケン全域で広く知られている。1917年にロベルト・バルザーの陽気なビュルツブルグ滞在期を含む詩人の生涯がスイスで発行された。この中では 旧市街のマインフランケンワイン専門の酒場や、ビュルツブルグ周辺のワイン畑の風習について述べられている。ミュンヘンからベルリンまでの旅の途中でこの若いスイスの詩人は1901年の夏に、ビュルツブルグの友人で詩人のマックス・ダウテンラインの下で8日間、過ごしている。1927年に発表されたクルト・トゥホルスキーの旅行記のシュペッサルトの宿では、 マリエンベルク要塞を訪れ、シュタインワインを楽しんだ旅行が語られている。作家、ウラギミール・カミナーは、月シ式ケロに、カミナーの旅と題し、ビュルツブルグの滞在を綴っている。彼は、地方選挙の選挙戦についての体験を書いている。ビュルツブルグ・シュタインのブドウ畑ビュルツブルグは、フランケンワインの中心地である。市内には、 最も有名なフランケンワイン産地のビュルツブルガー、シュタインがあり、それぞれワイン酒場を備えた大規模で伝統的な3つのブドウ園がある。3つのブドウ園ともワイン醸造所内のガイドがあり、直接ワインを購入することもできる。有名なワイン地区は、シュタインの他に、アップツライテ、インネーレライステ、キルヒスベルク、プファフェンベルク、シュロスベルク、シュタイン、ハルフェがある。 1980年代以降、ビュルツブルガー・ブラートブルストも名物になっている。ビュルツブルグと名付けられた、ルフトハンザー A321 ビュルツブルガーリーゼ型、レーダーシーボルト生誕200年記念って、セッショ摂オージェルイトポルト・フォンバイ・エルン・ベルナー、ハイゼンベル・クレギナ・シュライハー・ダーク・ノビツキ、ビルヘルム・コンラート・レントゲンこれらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。